幼馴染ビーエルしかすれ違いですからなかなかくっつかないんですよ。佐賀の日を先生の君色に怪我されたいという作品です。こちらねすごいなんか表紙めっちゃ綺麗じゃないですか。うん、色がね綺麗、色使いとかすごい綺麗なんですけど、うん私結構この表紙好きなんですよね。色使いが良くないですか。そうなんだろう、手に取りたくなるような。そうですよね、うん、この帯にね最高の両肩思いって書いてあるんですよ。もう察してください、最高の両肩思い。これはあの同級生とか幼馴染が一回離れちゃうんですけど、幼馴染がその間もずっと好きだった二人なんですけど、それがなかなか叶うことなくその恋が、で大人になってまた再会して幼馴染BLになっております。大会両肩思い、幼馴染そうしかすれ違いですから、あなかなかくっつかないんですよ。楽しい、もうだから両方とも好きっていうことが分かってるのにくっつかないんで、うん、なかなかねあの読者としてはこうもうねモダモダしてあるんだけど、またそれが楽しいっていう作品になってます、うん、子供の頃から頼りになってかっこよくて大好きで、とある事情で疎遠になっていた幼馴染と偶然同じ大学に通えることになった大見くん、大見くん、大見くん、離れ離れでいるうちにモデルとしてデビューし、周囲の憧れの的になった彼を自分もまた遠くから眩しく眺めることしかできないけれど、はい、これあの大見くんってあのこの黒髪、ちょっとあの表紙だと分かりにくいんですけど、サバンバさん側に、はいはい、いる方のこの子黒髪なんですけど、この子が受けの大見くんです、はい、で今読んだパートは大見くんの心情、あ大見くんの心情、はい、で一方のこっちのあの私側にいる方の金髪のね、はい、緑色の目をしてるのか、はい、が攻めなんですけど、そちらのこの方の心情をこれから読みますそばにいたい、その瞳で見つめてほしい、そしてそばにいたい、その瞳で見つめてほしい、そしてぐちゃぐちゃにされたい、ぐちゃぐちゃにされたい大見の唇からこぼれ落ちそうなかつての親友白へと向かう気持ち、はい、一方の白もまた、渦巻く思いに身を焦がし続けていて、はい、世界中の誰より一番好き、絶対に失いたくないから伝えられない最高の両肩思い。全然今の大見くんサイドの話だったんですけど、うん、私側の方が攻めの白くんっていうんですよ、うん、全然関係ない話なんですけど、私はあの某ジブリ映画のいるじゃないですか、はいはいはい、同じ名前の方がうん、うん、私はその人が初恋だったんで、あはい初恋のねキャラクターだったんで、もうねこれはあの最初、うんうん、名前が出てきた瞬間にねだいぶこうへーみたいな、もうね熱くなりましたまあ全然それは本編には関係ないんですけど、小学生の頃の、うんうんうん、幼馴染なんですけど2人は、で小学生から中1まで同じ学校に通っていて、うんうんうん、でなんか結構あの子供の頃に大見くんは結構弱気で控えめな性格の男の子だったんですけど、うんうんうん、まあなんか学校とかでちょっとなんか失敗をしてしまったりすると、こっちの攻めのね白くんの方がかばってくれたりとか守ってくれたりとかしてて、自然と好きになってたみたいな、性愛的な意味じゃなくてもなんかもう大好きみたいな、友達としても大好きだし、うんうん、もう憧れみたいな感じの感情を持ってたんです、はいはい、だけどなんか中1の時にこの大見くんがあの電車内でちょっと痴漢に遭ってしまったっていう事件があって、はい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 、その でそこからちょっとギクシャクしちゃうことがあったんですね、その痴漢をきっかけに。中1の冬ぐらいに大見くんの方が、受けの子の方が両親が離婚してしまって、大見くんは別のところにあの引っ越さないといけなくなっちゃって、でバラバラになっちゃうんですよ。時間が経って大学生になった時に大学の校内で再会して、で再会したら、まあ、ずっとやっぱり憧れの的だった白くんは大学になってもめちゃくちゃかっこよくて、うん、もうみんなにモテモテで、もうモデルもしてる、モデルもしてる、そうもうめちゃくちゃかっこいいくて、うん、モデルデビューした時から結構大見くんは追っかけっていうか、うん、あはい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 、昔から好きだったしかっこよくなってる、その幼馴染を応援してるっていう感じで、うんうん、で校内で見かけても、でも自分からは絶対話しかけない、どうせ覚えてるわけないし、あ感じなんですけど、あそうなんですよある日あの大見くんが、このハクくんはモデルデビューしてるんですけど、はいはい、コンビニでバイトしてて、そうなんですよ、コンビニでバイトしてて、うん、でそこになんかたまたまそのお店に行ったんですね、大見くんが。でなんか疲れてたんだっけな、疲れてたかなんかで倒れちゃうんですよ、うん、大見くんのバイト先で、はいはい、でそれで解放してくれて、ハクくんがその倒れちゃった大見くんを、それでお家に
家近いんでちょっと解放しますみたいな感じで連れて帰って、まあ一晩寝かせてもらって休ませてもらった後に、翌日かな、目が覚めた時に実は一緒の学校通ってるんだよねみたいな話になって、知ってるよみたいな。ハーク君が振ったんですか？青海君が同じ大学の大見、なんだろう、文学部なんだよねみたいな感じで、自己紹介みたいなね、はいはいはい、でそしたらこのあの博くんの方が、ここはね攻めっぽいんですけど、ちゃんとっていうか覚えてないのみたいな、あの幼馴染だよみたいな感じのことを言ってくれて、で、あ、大見くんもよかった覚えててくれたみたいな、そこで初めてこうお互いの存在を一応あの紹介し合えたっていうか、なんかもちろん覚えてるよみたいな、ちゃんと再会っていう形になれた、うんうんうん、また一緒にいられるみたいなことを言って、もうハクくんが言ってくれて、はいはい、でもちろんだよね、そうってなるんですけど、痴漢の事件があった時にいろいろあったって言ったんですけど、うん、その事件をきっかけとしてなんかこう意識するようになったりとか、はいはいはい、恋愛的にっていうのがあって、うん、でもなんかその思いをやっぱ言っちゃったら友達だからなんかそう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 遠ざけられちゃうんじゃないかみたいなのをずっと引きずってるんで、まあ友達としてよろしくみたいな、もうやっちゃうとこうかぎかっこついてるみたいな。そうで、まあ一方のそのハクくんの方はっていうと、まあハクくんも好きなんです、もう両方食べて出てるから言っちゃいますけど、ずっと好きなんです、ハクくんも。でなんか一応その大学ですれ違った時もなんか一応気づいてたんですけど、このあの受けの大見くんの方もなんか実はめちゃくちゃあの王子って言われてるぐらいかっこいいんです。はい、本人は気づいてない。そうですよね、無自覚なんですよこれは。大見くんだって知って納得みたいな感じで、やっぱりなみたいな、引き寄せられたのは別だったからなって。そうなってだからもうね2人とも好きなんですけど、でもなんかそれはそれでその中1の事件の時にギクシャクしてる思いがあるんですね、うん、そのハクくんの方にも。なのでハクくんもなんか言えずに、その好きだっていうことは言えずに、なんかお互いがこうちょっと不思議な距離感を保ったままっていうか、だからといってこう一緒にいたいけど思いを伝えられるわけではないみたいな感じでずっとあのいるんですね。なんか難しいですね、なんか進みすぎちゃったら友達じゃいられないし、また戻りすぎちゃったら昔みたいに離れちゃうしみたいな。そうなんですよ、この微妙な絶妙な距離感を保ちたいって思うけど、 それでも溢れちゃうラブみたいな、ラブみたいな。でめちゃくちゃあの語ってしまったんですけど、はい、まだ推しポイント、はいはい、推しポイントはちょっともうおさらいなんですけど、うん、こじれ&すれ違いまくりの両片思い、うんうんうん、本当にずっと両片思いしてます、ね、うんうんうん、でまあそれでまあなんか一応もう一緒にいてもいいみたいなことを言って、うん、でもちろんだよみたいな、うんうん、でお互いの思いを隠しつつも一緒にいることになったんですけど、うん、なんか結構その後まあ大見くんはそれだけで十分みたいな、なんかもうずっと追っかけてきたそのハクくんになんか一緒に、うん、認知してもらえて一緒にいれるだけでも幸せだから、そう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 みたいな感じなんですよ、うん、なんだけどハクくんはなんか結構その出来合いなんで、うん、いやこのままで終わらせるわけにはなんか自分の気持ちにストップはかけてるけど、うん、なんか大見くんがその無自覚モテなんで、うんうん、大学とかでもなんか女の子とかが明らかにこう顔を持って大見くんに話しかけてるのにもかかわらず気づかないから、うん、なんかすごいこうモダモダしちゃうんですよ、はいはい、そこでなんだよみたいな、イラッとしちゃってでなんかちょっと嫉妬そうそう2個目の受けの泣き顔が見たいっていうのはこれハクくんの心情なんですけどその中1 の、 あの事件をきっかけにしていろいろ気づくんですけど、うんうんうん、そこの中でちょっとセメくんの方はなんだろう、受けの泣き顔好きになっちゃったみたいな大丈夫かなつかなくて、うんうん、結構本当すれ違い多いんですけど、うんうん、まあ、最後ねどうなっていくのかぜひ本編で本編でお確かめください、はい、ありがとうございます。